この間。あ、いえ、もうそのレベルですか。なかなか、はい、今年9社を開業し早くも重賞制覇。今勢いに乗る福永祐一調教師がマル秘トーク連発です。まずは CBC 賞優勝おめでとうございます。ありがとうございます。9社を開業して初の重賞制覇となりましたが、まあ、狙っていたレースでもありましたんで、はい、本当に枠にも恵まれましたし、ミキ、はい、さん先輩はスタート決まったら、はい、なるべくいいポジションで競馬したいっていうのことをおっしゃってたんで、はい、本当にスタートが一番のポイントでした。ジョッキーのね、好騎乗というか上騎乗のおかげでね、はい、勝つことができたなと思います。勝った後鞍上のみゆき騎手と笑顔で話し合ってる姿も見受けられましたけど、うん、いや、なんか上がってきても第一声が、はい、いや、優が怒ってないかなとか言って言ってたんで、全然関係ないです気にしなくていいです。気にしなくていいですと受け狙いではないんですね。本当にそうやって思ってらっしゃる方なんですよ。あ、やっぱ素晴らしい人格者だと思いますよ。本当に気遣ってたんですね。そういう人です。あ、はい、まあ、昔から知ってますけど。秋からのスプリント戦線がね、非常に楽しみになってきましたが、雄一さん自身この先この馬と目指したいところは。とりあえずこの CBC 賞を目標にしてましたんでね、はい、そこをしっかりと勝ち切ってくれたっていうところをまずは褒めてあげたいなと思いますし、まあ、いい状態で帰ってくれましたんでね、はい、次は G1 に向けて再調整したいなと思います。そんな福永調教師、新潟記念ではデビュー戦以降全てのレースで掲示板確保と安定した走りを見せているエーデルブルーメを送り込む。まあ、非常に素質の高い馬で、はい、あの能力高い馬なんですけど、ちょっと気性もね激しいとこあって、反論に行くともう尻っぱねがすごくて、僕もこの間落とされたし。あ、いえ、もうそのレベルですか。雄一さんを落とすレベルですか。なかなかなんですよ。なかなかこう、はい、打点が高い蹴りをするんですよそう簡単に落ちないはずですよね、うん、相当打点が高かったんですね。そう、すごいですよ。転休してからはね、はい、川田ジョッキーに乗ってもらってるんですけど、はい、もう彼もね、自分じゃなかったらうまく乗れないでしょっていうぐらいですから。前走までは自分が中心になって乗ってたんですけど、はい、今回からちょっと乗り手変えて、はい、もう一段動きの質を上げれるような取り組みはしてます。鞍上は今回も川田騎手。そうです。なんか自分しか乗れないっていうんでまあこの馬に関しては継続してね、乗ってもらえてるんで、はい、今回も期待しています。調教師目線からで見ると川田騎手というのはどんな騎手。頼もしいですよ。トップオブトップの、はい、ジョッキーだと思いますし、やっぱりこう細かいこと言わなくても、はい、その馬の特性っていうのをしっかり把握して、はい、してほしい競馬を何も言わずともしてもらえる、まあ、数少ないジョッキーの一人だと思います。では最後に、新潟記念への意気込みの方を。調子よく順調に調整できてますんで、まあいい状態でレース当日迎えられるように、丁寧にやっていきたいなと思ってます。川田騎手とのね、黄金コンビで受賞を勝って表彰台に上がるところをファンも期待してますので、頑張ります